広島同本社社屋屋上の6新丸看板6新丸は動物性の木薬を中心に配合された民間薬処方の一つである広島同資料館での販売の様子木箱に赤いラベルを貼ったパッケージの傍らに黒い小さな眼薬が小さなガラス瓶に詰められ収められている様子が見える成分は邪行、酵、タン人参、真珠、栓素で 六神丸の名前はこの六つの新薬でできていることに、由来との説のほか、中国の指示に曲がり鎮と灯打を加えた六神から由来するという説、五蔵六腑の五蔵に心法を合わせた六蔵に効果があるという考え方に由来するという説がある。京都の五副省だった亀田利三郎という人が、商用で新国に渡った時体を壊し、この薬を飲んだところ大変効いたので、 それを輸入して日本に広めたが明治になってからこの輸入薬にヒ素が入っていたために販売禁止になり1899年頃に今の処方にしたという一粒が6ラムくらいの小さな眼薬で口に含むと邪行に由来する強いブーケと豪王などのかなり刺激的なえぐみがあるめまい、息切れ、心臓病などに効くとされているかなり人気のある薬法で 元祖のカメダリサブロー薬保のほか、多くの製薬会社が生産、販売しているが、処方は少しずつ違っているようである。急進製薬の主力製品、急進の原点となったのも、この六進丸である。当初は、堀六進丸として売られていた。ちなみに、六進丸が6種類の木薬を使用しているのに対し、急進は8種類の木薬が使われている。 亀田ダリサブロ h p 六神丸の歴史、東京都薬剤師会、北摩支部お薬博物館ジェネリック編2012年8月25日、閲覧。多数の歴代のパッケージの写真、功能書の写真、薬瓶の写真、宣伝様子だれ、よび店の看板の写真がある。ありがとうございます。